はい。皆さん、こんにちは。今回は、2020年の7月31日に発表されました、このね、ATEM Mini Pro ISO。これのちょっとレビューをしてみたいと思います。で、この ATEM Mini なんですけど、まあ、3機種、これまでに発売されまして、まあ、今回紹介する ISO はその最上位機種なんです。で、これ、まあ、どんなことが、 まあできるかというと例えばこのね付属のこのソフトウェアこれがありましてこれをね操作してあげると簡単にこう背景が変えられたりね今これ背景今 Mac の画面にしたんですけどこれ例えば Mac で再生するとこの Mac の画面がね背景で簡単にこうあの再生できたりそれから例えばカメラですねこれクリックするとこうカメラに切り替えられたり それからまあ全体をプレビューしたね、それぞれのカメラをこうもう見たりすることができるというような機械なんですが、まあこの機能は今までね、この3機種全てについていました。ただ今回の ISO のすごいというのは、もうこれ1台であれば放送局ができちゃうレベルのすごい機能がついてます。で、これ下のこの解説に書いてあるんですけど、これ、 何かというとまずこの後ろにこういうポートがねいくつかついてるんですけど全てのポート音声の録画ができると画像が一つ一つですよ一つ一つ全てできるとでさらにすごいのがこれダヴィンチリゾブルというこの編集ソフトなんですねブラックマジックデザインのこれの プロジェクトファイルを勝手に作ってすぐ映像編集ができちゃうという優れものなんですよ。はい。じゃあちょっとそれを見てみたいと思います。はい。はい、こちらの機械で今録画してるので、今ここ録画ボタンですね。これを、まあ、このようにちょっと停止をします。はい。停止をする。はい。こちらはファイルの中身なんですけど、これ作成されたファイルを見てみると、まあ、ここにね、 映像編集ソフトダヴィンチリゾブリ用のファイルが作成されてます。これダブルクリックします。まあ、ちなみにこの中ね、ビデオ ISO ファイルって見てみると、それぞれのポートのね、音が、こう、映像が入ってるんですよ。ほら。あ、これね。れね今これ、はい、あとこれが、これね。これが、はい。えー、っと、映像ポート。それで、で、これが、 まあ自分映してるカメラというそれぞれのファイルはね、MP4 形式のファイルで入っていて、さらに、これね、プロジェクトファイルを開いてみますよ。はい。そうすると、ダヴィンチリゾブルが開きます。これ編集ソフトです。ブラックマジックデザインの。はい。そうするとどうですか今ね、録音したファイルはここにすべて タイムライン上にね、ファイル載ってるんですよ、こうやってで。例えば、じゃあこの部分ちょっと編集し直したいなという場合は、これを持ってって幅を広げてね、これ、これ最初から最後まで全て録画されてるので、いくらでも後から編集できる。例えばここね、はい、ここ、はい。で、これもうちょっとこれ前に持ってきたいという場合は、ここからね、こんな風に編集ができるということなんです。これ、 本当にすすごいんですよね自分は20年以上放送部の顧問やってたんですけど例えばこういうものを撮影する時は一台一台のカメラでファイルをね保存しないといけないんですけどこの ATEMINIPRO の ISO は全ての入力をね MP4 ファイルとして保存してくれてそれでこの編集用ファイルも作ってあげるということでまあ久々にこう胸が熱くなる機会でした。 はい、まあこれから大学等で、まあ、オンラインのね配信用の部屋を作るという場合にはこれご検討ください今までこ数百万買ってたのがなんと10万円だけでその環境ができるという商品でしたはい今回はここまでですそれではまたじゃあの。